はい、どうもこんにちは。今回またライフイズストレンジビフォーアザストーム続きからやっていこうかなと思います。前回は確かクロエが学校を辞めさせられて、わかんないけど、まあ、とりあえずそこでなんかもう新しい家族じゃないけどさ、お母さんとジョイスおばさんと、あとなんだっけあいつ角刈りと揉めて、もう家に帰らないってクロエが言っちゃって、でゴミ処理場、ゴミ置き場で過ごした後かな。でこれから多分レイチェルと薬売りのやつと一緒に会うんじゃないかなと思うわ。うん、どっちが先か分かんないけど、なんか車改造じゃないけど、車をちょっとなんかこう見た目良くして寝落ちしてしまった後かな。うん、ここどっちが来んのかな。はっ、羽ばたいてる。ずっと寝てたのか。羽ばたいてるよ、羽ばたいてるよ。どうなってんだ。あ、またあれか、夢の世界か。え、なんか焚き火してる。え、チーズフォンデュしてる。チーズフォンデュ、え、これ現実世界？いや違うな、ちょっとなんかぼやけてるもんな。夢の世界か。あ、なんか山火事がまた起きてるな。お、誰だだって、あ、ちょっと、ま、ほら、また夢の世界じゃん。ほら、だって夢の世界の時大体こうなるんだよね。なんかほら、シェイクスピアから来てるメールが見ようぜ。出た、夢の世界結構行くな。ブラックエロー退学になったの。じゃあもう友達でいるの無理。ま、元から違うけど、マックスクソ野郎だろ。これだけど、タク、ん、プライス君、ブラックエロを辞めた生徒に何が起こるか分かっているかね。親が死んだ。タクタクチクチクカラスカーンシンプルでいいやん。お前はディスらないんだな。ん、レイチルを渡せば父親を返してやろう。あの子にはスターになってもらわなくては。私のスターに。そう、とりあえずこのフランクとレイチェルに会う予定だったんだよね。あ、やっぱお父さんだ。やっぱね、パパがキーだよな。この亡くなったお父さんが結構レイチェルね、黒い中では割とこの夢の世界に絶対出てくるキャラクターだから、パパが。で割とコミュニケーションできるからな。あ、え、ここでできんの？マシュマロ？私マシュマロ好きだっけ？知らんよ知らんよ。俺も言うてそんな食わんけど、マシュマロ言うて食わんけど、ってか食ったことほぼないわ、マシュマロは。マシュマロって何でできんだ。やっぱとりあえず先に炙ってから話さないと。話してから炙っちゃねえ、やっぱダメだから。やっぱ炙りながらね。なんて言うんだっけ、チーズフォンデュじゃなくて、なんだっけ、ワンフォンデュじゃなくて、なんだっけ、こういうのって。いや、焼きマシュマロか普通に焼きマシュマロか。あ、ジョーさん話そうぜ。話そうか。パパここで何してる。ごめん、焼く前に話しちゃったけど。あ、声は届かないのか。焼こうか。じゃあ車に火つけるの危ないんだけど、パパ。まあ本来多分そういうことだよね。多分火がついても成り立つ世界なんだよね、ここって。夢の世界だから車に火つけても爆発しない世界、夢の世界だから。教えて。綺麗だな。は？目を離せない。うん、パパ。うん、クロエだって火は好きなんだろ。ああ、好きだよ。これは昔の記憶から来てるのかさ。その危うさに気づいていない。うん、危うさ。
火は暗闇と似て目をくらませる、うん、だが暗闇には何もない、うん、空っぽだ。火には何があるの？美だよ。お、あ、消した。あ、パパ。だが時にはそれにも勝る美があるんだ。あ、星空だ。綺麗。すごい。火は嫉妬深い。美を独り占めしたいんだ。だから気をつけろ。何に気をつけるの？やけどだよ。はあ、パパ。絶対怖い展開だなと思ったから心の準備できてたわ。よかった。危ない危ない危ない。あとやけどの表現が割となんていうの、優しめだった。グロくなかった。なん、ちょくちょくこの夢の世界に行くんだよな、パパがいる。そうだよね、まあ夜になる、なるわけないもんな。がっつり昼だったのに。あ、寝タバコは危ないって教わらなかった？火事になるよ。あ、それが火ですか。危ない危ない危ないよ、クロエ。で、私は乗せてくれないの？ちょっといきなりこと言うねえ。え、これどうしようかな、どうかな、どっち、どういう意味、どうしよっかな、乗せちゃおっかなっていう方の方なのか、え、どうしようかななのか、どっち、クロエ、どっち。あんたみたいな怪しい人は、まあでもそれちょっと怖いからもちろんないするわ。ありがとう。レイチ乗ってくれんの？え、荷物ない、それ。それもう着替えとかじゃないよね。お前も家で？まさか。なんか荷物の量多すぎん？普通に旅行するぐらいの量あるやん。家でする気か、お前も。車動けばな、二人で。へえ、ずいぶん頑張ったじゃん。大したことない。ガラクタを集めただけ。海賊機？そう。かっけーでしょ。怪しい赤のライト？あ、かっけーよ。うわ、出た。全能の耳つけ者を味方につけとけば、いざって時に役に立つだろ。さすがだね。そうだよ。クロエ、すごいよ。脱出用の車を見つけてくれたなんて。動くぜ、しかも。脱出？そうなるといいな。そうなるといいなもさ、これさ。あ、そうなるといいな。なのかさ。そうなるといいな。なのかさ、そこで分かれるじゃん、また日本語って。そうなるといいな、上がり気味かさ、そうなるといいな、下がり気味か分かんないんだよ、これだけじゃ。どっち？クロエ。脱出って疑問系だとな。でも脱出のこと知ってるからさ、もうこっちで行こうか。そうなるといいけど、まだ動かないんだよな。あ、まあまあこんなもんか。きっと直せるよ。うん。車を直してる間に、お金も貯めなきゃね。買い物用に。そういう、はい、車と金ね。他に欲しいものは？時間ならあるよ。お、そうだな、学校もないし。そっか、クロエはそうだね。校長のやつマジでひどかったよね。本当に退学にするなんて。まあ遅かれ早かれこうなってたよ。まあ問題重ねてるからな、クロエは。学校にとって損失だよ。お、私のことかばってくれてすごく嬉しかった。いや、そっちだってかばってくれたじゃん。失敗したけどね、嘘だってバレちゃった。嘘ってほど嘘じゃなかったけどな、別に。レイチェルが誘ったもんな。だってでも私たちが本当にやったことはバレなかった、うん、やばいことになってるね。あやまかじね。私たちやばいどころじゃない。やばいどころじゃないよ。いやいや、やばいどころじゃない。
完全にぶっ飛んでたっつーの。何考えてたんだ。イラついてて公園ごと燃やすつもりはなかったよ。でもクロエも宝珠犯だから。ああちょっとやめてよ。もちろん私を通報しない限りだけど。そんなことしない。デイビッドのクソ野郎と住むくらいなら刑務所に行った方がマシかな。あいつうちに引っ越すってさ。それって最悪じゃん。あ、分かってくれんのお前も。見たことある。あ、見たことある。カウンセリングが必要だね。二人とも。二人とも。はい。クロエからね。悩みを話してごらん。あ、お互いにカウンセリングするってこと？あ、ちょっとイチャつくなよ、おい。イチャつくなよ、ちょっと。先生。レイチェルの母性に甘えんな、お前。先生。まあ、一番今ここでクロエが嫌なことは、まあ、ブラックウェルって言って、あえて、いや、ブラックウェル街のことか。まあ、デイビッドじゃない？ママと付き合ってるヒゲ野郎がいて、そいつが、引っ越してくるって言ってる。どうしたらいい？難しいですね。できることはないかもしれない。先生、何のための相談だよ。本当だよ。引っ越しは止められなくても反撃できないわけじゃない。戦いはこれから。レイチェル、なる敵には新しいあだ名が必要だ。何がいい？ちょっとクソ親父、ハゲ親父、ダメ親父って、まあ、ダメ親父、まあ、クソ親父でいいんじゃない？まあ、まあ、変わんないけどさ、クロエが前々からクソ親父って言ってるからな。クソ親父っていいよ。クソで、親父で、親父ずらしてくるし、ぴったりだ。ふん。いいね。じゃあさ、タコ親父はどう？お、ちょっと可愛くなっちゃうな、そしたら。なんでタコ親父？毎晩、ママに吸い付いてるから。お、いいね。うま。そのままくっついて。離れなくなるかもよ。これのどこがカウンセリング？これはショック療法って言ってね、賛否があるの。ああ、頭もあるなお前、やっぱレイチェル。いろいろ悩み、そう聞いてみようか、せっかくだし。みんなが憧れる子と友達になったんだけど、昨日とんでもないことをやらかした。ああ、いいね。なんかどうしたらいい？うん、そのおそらくとんでもない美人であろう友達は新たな出会いに刺激されたのでしょう。絶対来るのが美人だけどな。ちなみにその相手も負けないくらいの美人だと聞いていますよ。本当ですよ先生、本当だよ。お友達は、その美人のお友達は教えてくれる相手が欲しかったのです。何、ワインの盗み方を？好きに生きる方法を。あ、だってその子は気を使うことに疲れていたから。まあまあそうだよ、それだけいろんな。それはわかるな。どっち、これどっち？まあどっちもいい子だからな、結局どっちも気使うようなタイプだからな。学校から追い出されたけどどうしたらいいかよくわからない。素直な質問ね。怒りや喪失感とどう向き合うか。違うよ、溢れる喜びを。強がんな、強がんな、クロエ、クロエ強がんなよ。ちょっとあっさり受け入れすぎじゃない？そうよそうよ。さあね、強がんな。順応性が高いってことだろ。それクロエを表すには一番適さない言葉だね。うん。参ったな、参ったな。なんか意外とすっきりしたよ。ありがとう。お、いいね。クロエの心理を探るいい機会だったよ。じゃあ交代。アルカディアベイ一の人出なしを父親に持つのはどんな気分？責めるなお前。言うの待てよ、言うの待てよ。レイチェルからきつすぎ。ごめん、私空気読むの苦手で。ううん、ただなんだろう。あ、ちょっと今のは責めるとこじゃないよ、クロエ。レイチェルが言うの待たないと。他の話しない？ああ。ちゃんといい思いあるんだから、レイチェルも。校長家事トラック。
校長男子嫌じゃない？広がらなくない？火事とか？もう少ししたらきっとこの町全部が燃え尽きて灰の山になる。悪いことばかりじゃないだろう。世界の終わりは炎と共に。あんま盛り上がらねえな。やべえ、トラックとかの良かったかな。これからこのトラックどうしようかみたいな。演技ばかりしてると、はい、望まれている自分を演じていると、そのうち本当の自分を失うことってあると思う？まあまあ、職人魂が行き過ぎるとね。私じゃなくて。え？パパはどこにも存在してない。校長室で見たでしょ？何もかもが芝居。あ、まあまあそうだよな。私の人生まで全部嘘なんじゃないかって気がしてくる。あれがパパなの。私もああなっちゃうの。まあ嘘でね、切り抜けるババンも人種が違う。そうはさせない。そうはさせないよ。本当のレイチェルを受け入れてくれて、必要な時は叱ってくれる人がいればいいんだよ。そんな人がいたら教えて。ここにいるじゃねえかと言ってやってください、クロエ姉さん。やばい、劇の時間だ。ドラマは現実で十分なのに。頑張れよ。あ、かっこいい。本番前の役者に頑張れって。演技が悪い。頑張れって言って何が悪いんだよ。足を折れって言うの。え？バカみたい。なんで？ねえ、よかったらさ、劇が終わった後。あ、親友になっちゃうんじゃない？これ親友でしょ、これ。え？二人だけで。なんかやばいこと？もちろん。あ、いいね。乗った。荷物何なのねえ。あ、このまま学校にちょっ。おい、バッグは？あげる。は？逃亡生活用の救援物資。じゃあね、クロエ。うわ、優しい。そういうことか。荷物めちゃくちゃ多いなと思ったら、なんか食料品とか入れてくれたんだ。衣類とか。お前すごいな、暴政。暴政の塊じゃん。この部屋使うんですか、ついに。ライフイズストレンジでマックスが見てたけどさ、なんかクロエとレイチェルが一緒に過ごした場所。ちょっとラジオ止めて。誰か。あ、でもいっぱいあんじゃん、いろいろ。レイチェルのバッグを開けてみる。ちょ、止めて。ちょっと、は？あ、よしよしよし、危ない。送ることのないマックスへの手紙。うん。でも日記のマックスは本物。あ、勝手に変わっちゃった。マイキーどうしたお前。あ、これかな。退学になったって、つらいね。あ、校長相手に一出ししまった。うまいだろ。ステフがクロエのことをオタクって言ってる。ステフってのはあいつだっけ。あ、一緒にゲームやっていこうか。あ、はい。でもこのマイキーからメールが来るって時点でさ、もうやっぱ、なんて言うんだろうね。やっぱクロエがやっぱこう人付き合いが苦手なだけでさ、別に友達は作れるんだってことわかるよね。こんなって、マイキーなんかさ、もうつい最近じゃん。一緒にゲーム、たまたまさ、初めて会ってさ、初めて一緒にゲームやっただけの人じゃん。でもそんな人がさ、退学についてさ、心配してさ、メールしてくれるってさ、それだけで俺はもうクロエのさ、人柄じゃないけどさ、人望が現れてると思うんだよね。結構。めちゃくちゃ深い話しちゃったけど。この子や。絶対そうだと思うんだよ。だって、初めて会って一回遊んだだけだよ。そんなやつがメールくれるって。てか、ちょうどいいタペストリーあったな。なんかちょっとやんちゃな。あったな、よく。どうやってこんな小さな小屋に象が入ったんだ？いや、その表現せこいわ。マックスの時もそうだけどさ、そういうちょっとこう何気ない日々を楽しめる感じせこいわ。あったー、ライフイズストレンジでこれ
壁に書いてあったわ。そう、この後になんかレイチェルもいるわよみたいな。でマックスがライフイズストレンジのところ時に、なんていうの、私も一緒に3人で遊びたいなみたいな。謎のバッグを開けてみなきゃ。ごめん、先にこっち終わらせていい？ごめん。あ、これで始まったんだな。これ全部一緒なのかな。てかあれとあれと一緒なのかな。内装、ライフイズストレンジの時に出てきたさ、小屋の小屋と。服だらけ。まあまあそうだよな。うん、食料じゃないかもなと思って、正直。着てみる。せっかく廃品置き場のボロ小屋に来たんだから。俺その服気に入ってんだけど。クロエ似合ってるから。あ、お、全部選べるじゃん。え、あのボーナスアウトフィットだって、まあ、とりあえずまあ左から行くか。ボーナス多分あれでしょ、なんか買った特定みたいな感じでしょ多分。お、見せて見せて見せて、クロエ。あ、悪くない悪くない悪くねえけどさ、やっぱちょっとダサく見えちゃうよな。ちょっとやっぱロゴって難しいよね、着こなすのがね。結構むずいよな。ちょっと中学生感出ちゃうもん、若干。これシンプルそうだけど、どうかな、この灰色のやつ。結構シンプルめだけど、似合うかな、黒いに。上着どっから来たの、お前それ。セコ、あとスカジャンみたいな。あ、これ結構好きかもしんない。クロエっぽいわ、なんか。クロエっぽい。好き好き。これはレイブンヘア。暫定1位だね、これ暫定1位。を見ていこうよ、これも。あ、あー、ニットかぶるパティンね。結構シンプルだなと思ったけど。あー、ニットか。あ、ニットかぶってたな、そういえば、ライフイズストレンジの時。あの、この T シャツ結構悪くないな。今回はちょっとやっぱ、ニットの黒は見たくない。あ、クラシッククロエだって。クラシッククロエって今着てたやつだけどな、確か。今着てたやつもクラシッククロエなんだよな。あ、これ変わんない。ああ、なるほど、なるほど。なるほどね。今着てたやつだな。今着てたやつだ、これ。でも俺さ、個人的にさ、なんかさ、こう、もらった服をさ、すぐ着ちゃうのちょっと、あ、いつでも選べるんだ。あの、部屋で選べたやつ。え、ちょっと恥ずかしいな。でも、レイチェルが持ってきてくれたものに着替えるの、なんか、ウキウキしてる感が伝わっちゃうじゃん。ウキウキしてる感が伝わっちゃって、俺あんま嫌なんだよな、そういうの。着ろって言われて初めて着ちゃうみたいな。ちょっとビビっちゃうからさ。あの、これで行くか、せっかく持ってきてくれたし。じゃあニュークローで行きましょう。悪くね。あ、フランク。何これ。ん？どれだ？あれ動かねえ。あれ動かないぞ。あ、あったあったあった。え？どれだ？頼むよ、もう20日だぞ。金をすればってやる。あ、それはまた今度。廃品置き場に着いた。ふっ。火またいでんだけど。あ！あれ？メールき、あ、オッケーじゃあ行くか。服変わっちゃったけど、お前。あ、でも、あいつはさ、フランクはさ、一応、ライフイズストレンジ中ではさ、なんか、レイチェルと付き合ってるみたいな感じで書いてたけどさ、今はどうなんだ、これ。あ、俺の落書きが。誰？レイチェルのパパといた女だ。あー、なるほど。こいつか。変なの。やからだな、服が清楚なくせしてやからだな。フランク、クロエだ。
合言葉とか知らないんだけど。合言葉は薬？お、ライス、さっさと入れ。んだとこら、おい、お前が出てこいや。ちょっと一旦ここで終わる。あ、ちょうどいいわ。ここ一旦終わるわ。じゃあごめん、場面切り替わったら終わるわ。ちょうどセーブが来た。あ、よっと。はい、じゃあここで一旦切ろうかなと思うわ。じゃあ、あたした。